恥の多い生涯を送ってきました。人間失格、太宰治。前編。あなたを見ているときっと大抵の女は何かをしてあげたくてたまらなくなる。いつもおどおどしていて、それでいて滑稽で、それが女の心をかゆがらせる。女達者、自分にはその匂いがつきまとっているのです。女たちは本能でそれを嗅ぎ当て寄り添ってきます。それはのろけだのなんだのではなく、否定できないものなのです。ねえ、知ってる？女からのラブレターでお風呂を沸かした男がいるんですって。あなたでしょう。酒、タバコ、淫米、それは人間への恐怖を紛らわす随分良い手段でした。私は人間が怖いのです。私はその頃、ある女との心中に失敗して実家から絶縁されていました。あなた随分と苦労したみたいね。その寝顔、お年の終わりに随分お老けになっているわ。それはきっとお前のせいだよ。吸い取られたのさ。さあ、あの子が起きてしまうわ。女性からの行為、その行為は私にとって恐怖なのです。不可解な他人、秘密だらけの他人、恐れれば恐れるほど好かれ、好かれれば好かれるほど恐怖する。この不幸な病壁は誰にも理解できないでしょう。おい式間、五円貸せよ。おごってやる。これは私の唯一の友人で、堀木。私に様々な遊びを教えてくれた都会人です。私たちはお互いを軽蔑しながら、くだらない交友をしていました。お前の漫画はなかなか人気があるそうじゃないか。しかし油断するなよ。デッサンがちっともなってないんだから。それを言ってくれるな。悲鳴が出てしまう。世の中、世渡りの才能だけじゃ、いつかボロが出るぜ。って厳しい。こいつは叶わないな。世渡りの才能？まったく。苦笑いするほかありません。人間はお互い相手のことを全く分かっていないのです。それなのに無二の親友のつもりでいるのですから。お前の女道楽もこの辺でよすんだね。これ以上は世間が許さないぜ。世間、世間とは一体何でしょう。聞いてるのか。今に世間に葬り去られるぞ。世間じゃない、葬るのはあなたでしょう。ん？何か言ったか。いや、冷や汗冷や汗。世間とはきっと個人だ。許すも許さないもありません。そして自分の飲酒は次第に量が増えていきました。
もう、いけないわ。毎日毎日、お昼から酔っていらして。その頃、自分に禁酒を勧める少女がいました。ヨシちゃんという、タバコ屋の娘です。今に死んじゃうわよ。うるせえ、この野郎。キスするぞ。してよ。バカ野郎。低速感ってやつ、最近の若いやつ。彼女からは、誰からも怪我されていない、処女の匂いがしました。ほら、怪我をしている。もう、飲みすぎるからよ。わかった、もう。明日から一滴も飲まないよ。本当？ああ、きっとやめる。そしたら、ヨシちゃん、僕のお嫁になってくれるかい？もちよ。それは、冗談のつもりでした。あくる日、私はやはり昼から酒を飲みました。あら、嫌だ。酔ったふりなんかして。ごめんね、ヨシちゃん。飲んじゃった。許してね。担ごうったってダメよ。昨日約束したんですもの。バカ野郎、芝居じゃないよ。そら、キスするぞ。いいわ。してよ。ヨシちゃんは、本気で私を信じていました。薄暗い店の中で微笑む白い顔。尊きバージニア。私は彼女と結婚しよう。後でどんな大きな悲哀がやってきても。私は決意し、ためらいもなくその花を盗みました。しかし、その後に来た悲哀は実に想像を絶したものでした。よし、キマ、来てやったぞ。結婚したんだって。さあ、2階で飲もうじゃないか。しかし、その後に来た悲哀は実に想像を絶したものでした。おい、今、ヨシちゃんに酒のつまみをもらおうと思ったんだが、とんだ空豆だぜ。ちょっと来い。いいか、静かにだぞ。堀木は、なぜか異常に殺気立ち、台所の小窓を覗くよう促しました。すると、そこにいたのは、ヨシちゃん、君は、なんということを。それは、2匹の動物でした。ごめんなさい。ごめんなさい。あの人、何にもしないって。相手は出入りの商人でした。許すも許さないもありません。ヨシちゃんは信頼の天才なのです。私はそれから全ての自信を失い、
人を底知れず疑い、この世の喜びや期待から一切離れていきました。もうお酒はおよしにならなければ。私はその事件の後、催眠剤で自殺を試み失敗しました。それからは健康害し、薬局の世話になっています。私の主人も酒で病原菌を殺すんだって言って寿命を縮めました。でも不安なんです。怖くてとてもダメなんです。大丈夫、お薬を差し上げます。だからお酒だけはおよしなさい。きっと治して差し上げますわ。しかし、この薬局の奥さんの愛情もまた私には深すぎました。どうしてもお酒が飲みたくなった時はこれをお使いなさい。お酒よりは害になりません。それはモルヒネでした。自分は何の躊躇もなくそれを注射しました。するとどうでしょう、不安も焦りもはにかみもすべてがきれいに消え失せ、甚だ陽気になれるのでした。いけません、一日に4本も？中毒になったら大変です。頼むよ奥さん、もう一箱を。勘定は月末に払うから。勘定なんていつでも構いません。でも奥さん、お願いだよ。ねえ、キスしてあげるからさ。いけませんわ。まことに恥知らずの極みでした。私は半狂乱となり、立派な中毒患者になりました。薬代の請求は恐ろしい額に上っています。まさに地獄でした。もはやこの地獄から逃れる手段は一つしかありません。私はついに故郷の父に手紙を書き、一切を告白しました。お前、血を吐いたんだってな。するとある日、父の使いが堀木と共に現れました。彼は今までに見たことのないくらい優しく微笑んでいます。とにかく入院しなきゃな。あとは俺たちに任せておけ。私はその慈悲深い微笑みがありがたくて嬉しくて涙を流しました。そして私は判断も抵抗も忘れて彼らと大きな病院に行きました。ここでしばらく静養するといい。言われるがままある病棟に入りました。ここはきっと療養所なのでしょう。そう思っていました。
そこは脳病院でした。いるのは狂人ばかりで、私もまた狂人でした。けれども、ああ、私は一瞬たりとも狂ったことなどないのです。私はこれまで人に勧められ、それを拒否したことがなかった。ただ、それだけなのです。神よ、無抵抗は罪なりや。人間失格。もはや自分は完全に人間ではなくなりました。苦悩する能力さえ失いました。自分は今年27になります。白髪がめっきり増えたので、大抵の人から40以上に見られます。キクドラではツイッターで作品の更新情報や聞きどころ、メンバーの独り言などをつぶやいています。ぜひツイッターからキクドラと検索してフォローしてください。詳しくは公式サイトからどうぞ。